アップルやってまーす。こんばんは、極楽とも加藤浩次です。極楽とも山本圭一です。バイキン小峠です。池田優子です。イコールラブの大谷恵美里です。さあ今週もですね、新型コロナウイルス感染防止のためラジオブース内の人数を減らして換気のため扉を開けっぱなしにしてお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然ですけどね、はい、皆さん家に AI スピーカーとかあります？あー、 AI スピーカーってなんだっけ。音楽かけてとかって言ったら、うん、あ、まあ、アレクサとかさ、OK グーグルとか、うん、あ、ないです。ある？私家にはないんですけど、実家にあるんで、うん、結構使ってます。実家にあるんだ。父親がそういうの好きで、もうすぐさま買って、結構前からあります。すげえ。いや俺家にあるんだけどさ、使うの？いや便利よ。便利便利、そうなの？すげえ便利で、だからでもなんかなんかね、納得いかないとこがあるんだよ。納得いかない、うん、どういう？OK グーグルって言わなきゃいけないよね、まずね。OK グーグルって言ったら反応するわけ。OK グーグルって音楽かけてって言うでしょ。じゃあ分かりました、スポティファイで音楽をおかけしますっつってかけてくれるわけ。例えば誰々の音楽かけてとか、エレカシかけてとか、サカナクションかけてとかっつったら、それかけてくれる。勝手にそれだけですげえ便利なの。すごい便利。スポティファイでそれ流しくる。イコールラブは？イコールラブ聞かないの？だから、イコールラブかけてって言ったら、わかりました、スポティファイでイコールラベをおかけします。ラベでやん、やんことないけどね。かけてください。もうかけることないけどね。手に渡してますよ。でかけるじゃない、でもう寝ようとかってさ、なるった時に、あ、OK グーグルって、音楽止めてっていう、プチッて切るんだよ。すごい。一言も喋んない。空気読んでる。わかる。すっごい寂しいの。かけるときは、わかりました、Spotify で音楽をおかけしますっていうのに、OK グーグル、音楽止めてって言ったら、プチッて切るの。なんだやだね。それ、なんだやだな。わかる気持ち。なるほどね。はいはいはい。いや、何よ、なんで急にみたいな。怒ってんのみたいな。そうそうそう。何すねてんのお前みたいな。もう用事ないんだ、すべてのみたいな。あれさ、OK グーグルって音楽止めてって、わかりました、音楽をお止めします。プチってしてほしいわけ。ああ、でも音楽鳴ってるから、なんか、音が、あれつじゃんね、交差しちゃうんじゃない。ああ、そっか、かぶっちゃうってことね。かぶっちゃうってことね。でも、音楽流れた時に、OK グーグル、音楽止めてって言ってるわけだから。でも音楽止めてほしい時ってすぐ消してほしくないですか？例えば、カラオケの、終了のお時間ですの電話来るじゃないですか、その時って私絶対止めるんですよ、音楽。でもなかなか止まんないと、ちょっと止まってから電話に出るんですよ。だから多分すぐ、え、ちょっとそれと違うのよ。え、違うんですか？グーグルに対してこっちは親近感湧いてるわけ。うん、もうね、今や日々やってる。カラオケは全然親近感とかないでしょ。俺は日々やり取りするわけ。OK グーグルってもうなんかちょっとすげえ距離縮まってる感あるわけ。で何々かけてとか、なんかここなんかその夏の音楽かけてとかって言ったらやってくれるわけよ。で、そのチョイスはいいの？いい時もあるよ。で、そうでもない時あるの？だって、そうでもない時は変えてって。夏の、なんかね、曲かけてだけで、自分が思い描いている夏の曲がバーンとかかるの？それとも。いや、それはだからもうかけよ。だからそれは、おいおい、グーグル、OK グーグル、違うぞって言う時もあれば、そんなのやり取りをしてると親近感がすげえ湧いてるわけ、こっちは。おい、それ違うぞとも言ったりするんですか？ああ、いや、ちょっと違うよ、OK グーグル。ちょっと変えて、音楽を。変えますみたいな。すごい。それもやってくれるの？やってくれるの？すごいですね。やってくれるの。でも、音楽止めてって言った時、プチッと切るの。いいじゃん。最後に、さよならとか、またねって、また呼んでねとか、一言欲しいわけ。電話をなんかガチャ切りされた感じですよね。そう、電話をガチャ切り。ちょっと間を空けてくれたりもないんだっていう。あれね、すごい距離感じるの。こっちすげえ近づいてんのに。あれでも声の音色はもう女の人みたいなのがばっかりでしょ。あれ変えれんのかな、変えれんの声の音色。
俺わかんないけど、うん、俺その声の音色は全然嫌じゃないから、うん、全然普通の女性の声よ、うんうん、全然嫌じゃないのよ。でこの間なだから、うん、おかしくなったんだよ。お前あまりにもいろんなこと注文するからじゃないの。娘と喋ってて、うん、でなんか俺が言ってきて「はいはい」って娘が言ったの、うん、でその前に言った言葉が OK グーグルに近い言葉だから分かんなかったの、うん、はいはい」って言ったら「はい分かりました」っつって、急に新宿のヘルスの お店の住所をお見せです。店名は何々って言って、店名は何々、住所は新宿区何々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 って言って、ヘルスの80とかなんか適当にドワーって言い出したのよ。やばすぎる。お前普段聞いてるからじゃないの。聞いてねえよ。だから全部無駄だよ。聞いてねえよ。びっくりしちゃったよ。オッケーオッケー、いい風俗教えてくれとか。そうだよ。言ってんでしょ。言ってんだよ。言ったこと一回。びっくりしたの、家族の前で。新宿のファッションヘルス何々っていう店名って付けて、住所は付けて、すげえ早口で言い出したの。焦ったぜ。それなんでなんだこれっつって。すげえ、なんだろうそれ。誰かが本当に調べてたら、調べてたんじゃないの、何か。知らないよ。全く聞いたことないのが。いきなり言う。なんか急に反応するときはあんの本当に。でなんか喋ってたら、わかりました。謎々を出しますって聞いてるんだ。怖いんだよ。怖い時があるんだよ。怖い。本当に。びっくりするんだよ。これなんか、OK Google って呼ぶ前も聞いてんのかなと思って。はあ。そう。うわ、そういうことが、なんか、OK Google から聞くんじゃなしに、うん、その前もずっとセンサーが動いてるってことね。怖い、あってちょっと怖いな、それ。OK Google が来るまで。うん。OK Google に対してこう言うんじゃなしに、うん、ずーっと、だから、はいに対して、はいに対して、わかりました、それが違う。急にしゃべれないの。いや、そうなんだよ。怖っていう時があるの、たまに。それは怖い。びっくりする時があるの。いや、やってみ、買ってみ、そんな高いもんじゃないから。で、スピーカーとか、Spotify だったらそれにつなげてたら、うん、自分の、iPhone とすぐつなげれるから。うん、で、ちっちゃいスピーカーみたいなのもあるし。え、買ってみ、あれ、面白いぞ。そのために。でも、怖い時本当あんだよ。へぇー。あ、そう。うん。あれ、びっくりするぜ。何ってなのかな、家族で飯食ってて。急に、だから音楽もかけないで家族と喋りながら飯食ってたら、うん、家族のなんか声に反応して、わかりました。謎々を出しました。ちょ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 、そんなんいらねえよ、今みたいな。その謎々を、家族だなの時に急に謎々を出しますって言われるじゃないですか。うん、それ受けるんですか。受けるよ。何これみたいになるの。で、なんか、なるぞ言って、なんだなんだって考えてたら、なんか、答え言って、何ですみたいな。面白い。面白いですね。勝手に。しょうもないみたいな。で、アレクサも俺持ってたことあるの。買い替えたんだけど、うちの香りがさ、アレクサっていうのを忘れて、なんか、ジェームスとか。外人の外人の名前みたいのずっと言ってて、結局全然分かんなくなって、結局俺帰ってくるの待ってた時あるんだよね。アレクサ出な出なくて、これなんだっけってアレクサだよっていう。でも面白いんだよねあれね。でもどんどんそうなってくぜ、全部 AI に。あの2001年宇宙の旅って見てない？映画見てないか。見てないよね。見てない。あれだから2001年宇宙の旅って映画なんだけど、あのそれあのコンピューターが、うん、この宇宙船の中のね、うん、宇宙船の中のコンピューターがどんどん暴走していくの、うん、でコンピューターがどんどん暴走して人間の言うこと聞かなくなっていくっていう、うんうん、下りがあるわけ、その映画の中で、うん、なんかそれをイメージしちゃって、うん、勝手に暴走しだして、そういう本当世の中になるんじゃないの。だって俺ちょっと怖くなったな。勝手に謎々言うぐらいにもなってるよ。怖いですね。勝手に風俗店を喋るぐらいになってる。あれ焦ったよ。あれ面白い。それはもう暴走でしょ、完全な。それがエスカレートするって、もうあと10年もしないうちに。で
悪口も聞いてるようになったら怖えぜ。絶対聞いてる。工事がこの間このようなことを言ってる。チクったりされて。なぞなぞ出しますけど、何言ってんだよ、求めてねえよとか言ったら、こう下打ちしてだけして、プチって切るとか、なんで間違ったんだっけ、間違ったことそんな文句言ってんだよとか。怖くない？怖いですね、そんななったらね。うん。理解したらな、どんどん。そうよ。あるかもな。はあ。AI すごいな。勝手に山本だから、いい、楽しいですよ。だから家で、今日の天気はとか言ってくれるし。一人だから帰みたいな。一人で。一人だから。今日の天気はって言ったら天気答えんの？答えるよ、今日の天気は。でも、今日の天気そんなに必要か？あれ見るじゃん。でもいろんな豆知識も教えてくれるよね。何でも答えてくれますよ。何でも答えるの？分かんないことあったら。カープのこと聞いても。カープのことはそんなに詳しく喋るの？うん、喋るよ。やだよ、俺ちゃんと知ってんのに。会話できるよ、だから。あ、なるほどな、会話になるってことな。そうそうそう。教えてってことね。キニグさんの通算打率はとか。ああ、そんな答えるんですか？分かんないですよ。言ってたりかどうか分かんないけど。分かりませんって言うかもしれないけど、それは。やってみてね。びっくりしたのな。本当に。面白いなと思って。ちょっと観察してまたおかしなことあったら伝えるわ。お願いします。じゃあちょっと一曲いきましょう。今日は池田かな。はい。はい。それでは聞いてください。中島みゆきさんで空と君の間に。極楽とんぼ加藤浩二です。MBS ラジオ AM 1179 FM 906からあっぱれやってまーす。それではメール紹介します。まずは神戸市はラジオネームミサネ。あっぱれ土曜の皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんはカツカレーはどうやって食べますか？どういうこと？カツカレーの食べ方って難しくないですか？なんで？私はご飯とカレーのルーに合わせて適度の大きさのカツをスプーンに乗せて一口で食べるのが基本です。なるほど。でもちっちゃいカツカレー作るってことね。っていうことかな。うん、でもお店によってカツの切れ込みが大きくなっていて一口では収まらないことがほとんどです。あるあるある。スプーンでカツを切るのはかなりの苦労です。確かに。カツカレーのカツは一口サイズに切って出すのがいいと思います。あと食べ方を悩むのに。海鮮丼とネタがそのまま乗ったちらし寿司です。海鮮丼、うん、海鮮丼でだからこうネタがこう乗ってるじゃないですか。重なってるってこと、ね、重なってるのね、うん、でちょっと醤油とわさびがあったりするのをどのようにして食べるのがいいのか、うん、ああそうそれがどうすんのか、溶かしてかけるのかとか、そういうことになるんですか、これはね。だけどまずはカツ丼、あ、カツカレー。カツカレー。確かにカツカレー。俺本当にずっと俺も思ってたの。うん、カツカレーって、うん、あのスプーンとフォークだったりするじゃん。二、うん、つだったりする。俺絶対スプーンとナイフの方がいいと思ってるの。もう切りたいですね。切りたいよね。切りたい。カツね。カツがない、ただのカレーを食べることになっちゃうんですよね。足りなくなって。なんで、まんべんなくカツを散らしたいんですよね。スプーンとかフォークで切れないんですよ。切れない。刺すことはできんの、カツを。刺してがぶりつくことはできんだけど、あれ切りたいんですよ。そう。だからなんか、例えば、コース料理とかの時に、ナイフと、魚料理、コースの魚料理、ナイスとナイフとパテ、なんか、スプーンみたいにつく時あるじゃん。はい、あれでいいと思ってんの。うん、左手スプーンでナイフって、ナイフで切って、左にグッて、ちっちゃいカツカレーをスプーンの上で作って、食べたいの。あれ、逆に最初に言ったら、してくれるんですかね。言って。カツカレー、まぶし。カツ、まぶし。まぶしっていうか。まぶし切りでって言ったら、ザク切りでとかやって、してくれんのかな。で、上にバラバラバラと乗せる感じ。あ、いいね。でも、それしたらやっぱ、なんか見た目がカツではない。あ、でも、カツまぶしいいじゃん。で、細かく切って、最高状に切って、上からバラバラって。俺、そっちの方がいいな。じゃあそれで、それで店出すよ。店出す。かつまぶし。かつまぶし。かつまぶし一本で。かつまぶし。かつまぶし一本で店出せるかな。で、味変で、
な出汁かけて食べれるようになればな。カレーに。カツマムシ。カツマムシ。カレー出てきてないじゃないですか。カレーなくなっちゃう。カレーがなくなっちゃう。カレーなくなっちゃう。カツマムシ。美味しそうだけど。うん、それを俺確かにカツカレー思ったらそうだな、うん、俺それが嫌で頼まない時あるもん。別にそのなんつったらいいですかね、カレーの場合と、うん、カツの場合があってよくないですか、うん、もう全カツじゃないと嫌ですか、うん、そう一口一口に全カツじゃないとね、うんうんうん、切れないじゃない、切れない、うん、いやだから切れない時は別にそのカレーだけの部分が、うん、カレーだけのターンがあってもいいじゃないですか、うんうん、いいよいいんだよ、カツターンとカレーターンね、うんうんうん、でもだからフォークでグッと刺してカツ食うでしょ、でフォークつかない時もあるから、うん、なんかこうカツをスプーンに乗せるのってすげえかっこよくない、うん、でっかい、まあ、スプーンに乗っけてガブリつくってことでしょ、そうかっこよくないで横長のさカツをさ、うん、スプーンから飛び出してるものを乗っけて、うん、食べてる悲しさあるよね、サイズ合ってないんですよね、そう、とでフォークがつくとこだとあの米とルーがあるとこにカツが乗っかってるから、うん、スプーンを上から刺すと、うんうん、米の中にぐじゅー埋まってくるの、まあこうそれはありますよ、ぐーって埋まってった、うん、埋まってったカツを食うのが、うん、情けなくない、いや情けなくはないけど、 思いませんけどね、情けない気持ちになるんだよ、まあ、俺まあでもそういうもんだろうと思いながら、お前が食ってるの見てなんで俺のを見て情けなくなる、俺のが情けなくなるんだよお前がルミネとか出てる時にカレーよく頼んで、カツカレーよく頼んで食べてましたよ、私は、うん、俺も食ってんの見てたのよ、チラチラ、お前全然ザルそばじゃないか俺はそばだけど、でミニ親子丼だけど、俺はいつもカツカレー食ってて、上からあのプラスチックのスプーンをカツに全然刺さんないのにグーグーって刺して、で米の下まで米がぐじゅーって潰れて、しょうがないじゃん、そこについて、そこについてやっとフォーク刺さってたんですよそういうもんですよそういうもんじゃないです、俺あれ見て情けないなと思ったんだよ、あのプラスチックのスプーンだったら無理やりそのカツを刺そうと思ったら、うん、あの衣が取れてカツがまだまだかになってから、あれは情けないです、あのカツは情けないですよ、真っ裸にしてんだもん、やだ、分かる、真っ裸にしちゃってんだもん、真っ裸になってな、うん、俺だから絶対ナイフ入れるべきだと思うの、あ、まあ、箸があればいいんだなと、じゃ箸とスプーンは、箸とスプーンはちょっと違うでしょ、違う、箸でガブッといって、いやだってカツ丼は箸でいくでしょ、うんうん、カツ丼はどう、だってカツ丼は普通にカツ一切れずつガブッといって、カツ丼はさ 汁あるからさ、うん、もう刺さりやすいし、ね、うん、サクサクじゃんカツ丼、あのカツ丼じゃなくてあのカツカレーは、カツカレーは、うん、そうか、だから左手スプーンの右方、あのナイフが一番いいって、あの、うん、洋食食べるみたいに、うん、で左手でパクって食べるの、うん、スーッと切って、うん、でにあの米の中にも埋まらないし、うん、パッとスプーンで押さえてクーッと切って、うん、でパッと作って、うん、俺それだったら毎回カツカレー頼む、うん、だからカツカレー頼まないんだよ、ほんまにだって情けないんだお前にも、ああはなりたくない、悪かったよ、じゃあ俺だからもうちょっとかっこよくしてればカツカレーの売り上げが変わったってことだな、そう俺は食べてるね、うん、もうあんでこうはなりたくないってなるじゃない、最近、うん、その丼で、うん、ちょっとすぐにスプーンを出しすぎじゃないかって僕、うん、はい、思ってるんですよね、さっき今ちょろっと出ましたけど、うん、あのもう親子丼ぐらいでスプーン出てくる、そうですね、昔なんか絶対出てこなかったでしょ、うん、親子丼なんか、もう箸で食べるもんだって、うん、そうですよ、今ちょっと軽くスプーン出しすぎだよな、うん、ダメだよ、もう出て大体でもカツなんか箸でいくでしょ、 100% 箸です、 100% 箸ですよね、うん、両方出てくる時あるじゃないですか、うん、スプーンと箸、うん、限りなく箸でいきますよね、絶対箸です、でも今の若い子ってスプーンでいくでしょ、私スプーンで最初にもいっちゃいますね、ああだから番組の試食とかでもスプーン出てくるよ、うん、あそうなんですか、うん、でそれあ「すいません箸ある?」っつって「なければいいけど」っつったら「あったら俺箸に変えてもらう」ね、うん、なるわ、だから味が全然違うの、あ、うん、そうですか、いやあの分かります、なんとなく分かります、言ってることはスプーンの方がまずいよね、そう、そうかな、カツ丼は
え、そうなんですか。親子丼も。親子丼はスプーン、あの箸ですよね。箸でいかない。あれごときダメだよ。でも木のスプーンだったら美味しくないですか。木のスプーン。いや違うんだよ。いや違う。木のスプーンだったら美味しいですよ。いや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 、口の中に木のスプーンが入るじゃん、結構。はい、うん、いいじゃないですか。それもう全然味変わるから、オムライスだよ。オムライスを逆に箸ではなかなか食わないよね。オムライスはスプーン。スプーン、レンゲか。レンゲかね。うん、うん、だからそう考えると、まあ、チャーハンもそうか、やっぱスプーン。チャーハンはスプーン。レンゲかね。レンゲです。レンゲだね。うん、いや昔に比べてよく、うん、スプーン出てくるようになりました。出てくるね。ね。スプーン率が高くなってね。バカにすんないと思うね。いやわかります。なめんなよ。これぐらい箸でいくよって思いますよね。めちゃくちゃわかります。なめんなよって思いますよね。その気になればカレーだって箸でいけるよね。いけるよ。ちゃんと白いところでこうカレーをつけて、スッと箸でいけんのよ。箸万能よ。箸万能ですよ。スプーンの方が万能じゃないですか。スプーンの方が万能。スプーンで一個の豆つかむの大変じゃない。すくえばいいんですよ。すくえますよ。何個？でもガッサリでしょ。ガッサリ。ダメ。もういけるし、一個もいけますよ。すいけるいける。いや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 、箸の方が。スプーンの裏にくっつきますよ。ね、何豆ですかそれ。何の豆。スイートコーン。濡れてる。いきますって。スプーンの方が絶対入るんですって。いくら1個とか取るの。すぐ行きますよ、スプーン。裏につきますよ。つかないです。裏にピチャってつく。いくら1個スプーンは無理だよ。いやいや、いけますよ。裏につきますよ。うん、つくつく。で、1個取ろうと思ったらもう1個ついてきます。そうですね。1個は不可能です。スッて1個取れるから、箸。いくら1個取る状況ありますか。やってみたい。ゼロではないです。それこそなんかいくら丼とかね。それでもスプーンとか平気で。あれはダメだよ。いくら丼スプーンは終わってますよ。終わってる。食べやすいじゃないですか。ダメだよ、そんなことしちゃ。箸だとボロボロ落ちますよ。落ちませんよ。落ちません。落ちません。うまいこと。落ちません。丼の端に口つけるから。世代なのよこれ。いや、本当に世代なの。いや、日本人だぞって思いません？なんかあのすぐスプーンで出てきた。いやいやいや、な俺だ。日本だからここは。便利なものは使っていけばいいじゃないですか。箸を全く使わないわけじゃないんですから。ここ10年ぐらいで一気に変わったな。ここ10年だと思います。そうだよ。スプーン率が高い。なんかね、本当にマジな話、あの金属のスプーンで親子丼食べるより俺箸の方が美味しく感じるんだよ。私木のスプーンがやっぱ一番美味しく感じます。木のスプーン、わかりますね。木のスプーンで親子丼が最高。木だったらもう割り箸でいいじゃない。同じ木だったらさ、いやいやいや、あのストレスなく米が綺麗にすくえて一口でパクッとこぼさず、ミニ親子、ミニ親子の連続ってこと。あの最後に残ったの拾えない時あるでしょ、木のスプーンだと。いや、木のスプーンだったらもう全部きれいに集まれできます、うん、いやー、うん、集めれるんだけど全部最後の1個の米までいけない時あるでしょ。いや、もういけます、いけます。こすりつけてる時あるでしょ、なんか丼にもう何でも拾います。ギャル曽根だよ。そうそう、ギャル曽根がやっちゃったからね、スプーンで。ああ、確かに確かに。そうか、最後までやる。きれいに取れますもんね。あ、そうなんだ。すごいもんだ。毎回毎回あんな大量なもん毎回毎回食ってんだよ。なんでなんでそんなスプーンになっちゃったのかな。本当思うよ。スプーンはちょっと、でもだから箸に自信のない人とか親子丼とか食うの怖かったりするのかな。いやいや、自信がないからスプーン使うとかじゃないですよ。怖いでしょ。怖くないです。怖くないです、全然。そうなんだ。箸しかなかったら箸で全然食べますよ。丼で箸に口結局つけなきゃいけなくなる自分が怖いでしょ。どんぶりに口はつけたくないですけど。そうでしょ。はい。で、それ怖いでしょ。あの、そうです。もうスプーンだったらその恐れはないですもん。うん。わかる。いや、俺も絶対スプーンだね。スプーンで箸だしね。わかる。めちゃくちゃ。加藤家の逆に子供たちは箸、全部箸でいってるの。箸。ねえ。ああ。うん。スプーンに変えてみたいなことはないんだ。ない。うん、ああ、でもスプーンで食ってる時あったかな、うん、ちょっと覚えてないな。でも箸、基本箸だね。基本箸ならいい。基本箸ですよ。焼き魚とかスプーン。焼き魚は箸でしょ。それはそこはそれはそれは。魚のスプーンやばいな。刺身とか箸か。うん、
刺身スプーン。刺身スプーン。いや、怖いですよ。刺身スプーンとか終わってるぜ。いや、怖い。相当珍しいです、刺身スプーン、うん、海鮮丼、それこそ海鮮丼とか。海鮮丼は海鮮丼は、切ってあるやつだったらスプーンでいきますけど、うん、切ってるやつ、ね、チラシ寿司みたいな、バラチラシみたいな、だったらスプーンでいきます、ね、でも完全にネタが乗ってんの、あ、それは箸でいきます、箸でいく、はい、うん、やっぱスプーン嫌なんだそれは、そうですね、というか食べづらいから、ウニイクラ丼はスプーン、スプーン、嘘だよ、スプーンでいきたい、それは、そうです、若い子はそうなんじゃないですか、いやでも実際最初はいいですよ、お箸で、うん、最後のもうネタがなくなって、うん、米だけになった時、うん、ちょっとスプーンでかき集めたいなって思いません、うん、箸でスッスッスッと集めますよ、スプーンだったらもう一回ですよ、いや普通よりノンストレスで箸でスッスッスッって、うん、私最初箸で食べて、うん、もう最後本当の最後の最後になったらスプーンに変えて最後だけスプーンで食べるとかもやりますよ、そうだよ、俺ガリでこう集めたりするもん、ガリガリをこう、ああ分かりました、分かりました、ガリでね、ガリでね、ガリでね、マグロ丼は箸、うん、うん、おマグロ丼箸なんだ。マグロ丼箸ですね。でもネギトロ丼は、まあ、スプーンでしょ。ああ、なんか法則がちょっと分かってきた。うん、やっぱ、ちょっとやっぱジュルジュルしたものがスプーンなんじゃないですか。うん、ああ、そういうことだね。ジュルメシが。そうかもしれないです。で形があんまり大きくないものが乗ってるもんでね。じゃあこの海鮮丼のネタとそのまま乗ったチラシですよ、食べ方。これもまあ。うん、もういいですか、海鮮丼は俺もうわさびを醤油にバーッと溶いて、うん、上からダーッとかけるですよね、まあまあそれがそれが一番多いかな、うん、あれでもネタに一個一個醤油つける人もいるじゃん、いるね、うん、いるね、あ僕は醤油をバーッて丼にかけて、うんうんうん、でそのわさびを入ってきてる 小皿あるじゃないですか、うんうん、そこにも一応醤油をかけて、うん、でわさびを取って丼につけながら食べて、うん、あとちょっと醤油かかってないなっていうところはネタをこの小鉢の方の醤油につけて食べたりしますね、あ結構細かいね、うん、あれそのわさびを溶かしてバーってかける人いるじゃないですか、うん、でも、うん、あれをやるとわさびがちょっと足りないなっていう時ないですか、ある、うんうん、しょうがない、確かに、ね、あそれもしょうがないんだ、諦めてんだ、そっか悔しいけど、うん、なるほどね、うん、僕それがあれだから、うん、溶かしわさびやらない、うんうんうん、あちょっとずつつけたいとかな、固まってる時あるから、あ、ね、そうでしょ、そうか、それ諦めてんだ、うん、俺はもう諦めない、俺もいやだからしょうがないと思ってんの、部分部分でね、海鮮丼頼んだ以上、なるほど、うん、そうやったら、それが刺身定食にすればいいんだよ、うん刺身定食だったら一個一個つけます、刺身定食の場合はご飯が白米じゃない、そう、うん、でも海鮮丼の場合は酢飯だから、そうなんだよ、そこがちょっと違う、そうなんだよ、どっち選ぶ、ぶっちゃけどっち、俺だって海鮮丼でいくの、酢飯の方がいい、そういう時はね、もう海鮮丼と刺身定食だったらもう海鮮丼の方がいいですよ、うん、俺どっちかっていうと白飯に、酢飯じゃない白飯に刺身食いたいの、例えばマグロとか、うんうん、酢飯じゃない方がいいのよ、お前ご飯おかわりしてたもんなこの間なマグロ、マグロ抜かってな刺身定食で、うん、それ分かれるな、正式ってあるのかな、もしかして、ああ正式な食べ方、そう正式ってなんのかな、まあ好きに食べればいいんだけど、まあそうだけど、ね、でもやっぱ溶かすわさびどかしが一番多いような気がしますけど、ね、うん、まあ、一番多いと思うんだからな、うん、行っちゃってから行くっていうな、うん、かけてから、うん、あと何だっけ、今はその2つでしたね、これは、うん、こんな感じですね、うん、カツカレーの食べ方と海鮮丼、はい続いて、うん、大阪市福島区は勇気、あっぱれだよね、皆さんこんばんは、こんばんは、先日男組が復活したのを見て感動しました、皆さんは復活してほしいものや復活してほしいことはありますか、僕はゴールデンタイムにセクシーなシーンを復活させてほしいですあったよね、あったね、昔とかおっぱいとか出てましたよ、ね、うん、そ
そうです。多いっすよね、うん、今考えた女だらけの水泳大会とかね。ポロリが。ポロリがあるよっていうのも。ポロリ要因みたいにいたわけですよ、ね、全然いたいた必ず騎馬戦やってバーッてポロリになっちゃって、わーみたいな、あとゴールデンタイムのドラマで女湯に入っていくシーンとか、うん、2時間ドラマとかでありましたね。あって全然温泉のとか、全然今もなんでそんなの隠すのかなって、まあ、しょうがねえんだけどな、うん、今もうないね、うん、深夜の映画な、うん、深夜の映画ね、うん、エマニュエル夫人とかあったね、うん、ポーキーズとか、うん、うん、正月あの大晦日とかあの辺やってなかったっけ。そうだね、大晦日の深夜の映画やってたよね、うん、あれ昔って、うん、ああもうあれも楽しみで楽しみで、今もう大晦日普通にないもんね、そういうものがある、ね、なんだろうね、うん、あれ大晦日昔というかそのちょっと時代前の人たちはやっぱり休みたかったからやってなかったのかな。ああなるほどね、うん、そっか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 必ずやってたよね、うん、あの辺は。いやエロもなくなったな、だからそれを復活してほしいと、うん、うん、メールの方は何か復活してほしいもの、復活してほしいもの、うん、本当にあります。いやちょっとまだ思いつかないですね。食べ物でもいいですよ、何でも食べ物、うん、食べ物、そうですね、あのレバ刺しって、うん、あんま置いてない、厳しくなっちゃって、レバ刺しは確かにね、うん、そうですよね、なくなっちゃったんで、もう食べれないもんですもんね、生で食べれないですね。そうですよね、生じゃ寂しい、うん、寂しいなと思います。レバ刺し食いてえな、食べたいですよね、美味しいですよね。まあね、一回しか食べたことない、焼きで頼んでこれいけんじゃねって思うもんね。はい、今タピオカ屋復活してほしいですね。ああないですよ、あんまりなんかあんまないでしょ。はい、少なくなりましたね。まあ、あるよね、アニメどころがやっぱあります、残ってますね。だからそのピークの時は並んでるから、うん、とてもじゃないけど、ね、空気がなくなって、食べたかったけど、その食べる気がなくしてるんですけど、うん、今、うん、一軒今あれば今ポツンってできたらそんな行列もできないでしょ、うんうん、できない、ね、したらちゃんと店舗に行ってさ、はい、選びたいよマジで今あるよ、だから今ゴンチャ行けよ、ゴンチャだっけ、あれゴンチャです。であんまり今並んでもない、ゴンチャ並んでないから。どこにあるんですかそれ。えどこでもある、渋谷にもあるし。あそう、はい、いや選びたいんだよ、選びたい、タピオカ屋、タピオカ屋行って恥ずかしかったのか、うん、いや恥ずかしいか、でも並んでたからそうじゃないけど入る気がしなかったの、うん、でたまにそのウーバーイーツとかで頼んでて、うん、うまいなって思ってたんですよ。あ頼んでたんですね、うん、そうだから、でもちゃんといろいろこう組み合わせとかできるわけでしょ。で、ね、俺あれやってみたいんだよ。あそっか、お店でしかあんまりできないやつもありますもんね。そうそうそうそれ復活とかじゃなくて全然今いけるよ。今いけるあります、ね、確かにそうか、全然いけるよ。池田は、私野球の応援歌今もう声出しが一切できないんで、あ、うん、あでももうすぐ復活するでしょ、ですかね、まあ、今増えてるからな、もうここ何年かもう禁止になってから入ったルーキーとか移籍してきた選手の応援歌ってもう歌ってないんですよ一回も。確かにないもんね、うん、そりゃもうあるけど、うん、リモートに流れてたりはするけど、ただ手拍子までしかできなくて、うん、声で歌いたいです早く。はあ、まあそうだな、まあ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 、うん、それはな、だからもうちょっとしたらできるよそれ、うんうん、あとサッカーの昔さ、ラッパな、パーブセラパーパーって、あれ持ってサッカー見に行ってたな、山本な、あれ持ってたよラッパ持ってパーブJ リーグ関連からな、ずっと。で昔吹いてよかったんだよ、うん、それが騒音とかがダメになって、うん、あの近所のクレームが来て、うん、亡くなっちゃったんだよな、うん、パーパーずっとあれ何だったんかな盛り上げるっていうかね、どうサッカー本っていうのがあったね、サッカー本かな、うん、ただ盛り上げよ、周りはもう蹴ってるけどブーってあれ俺復活してほしいわ、ブーっつって、で南アフリカブブゼラってあったじゃん、ブブゼラ、うん、ブブゼラ、なんかそれの流れですね、南アフリカワールドカップの時、うんうん、それもボーッとなる、国によってね、なんであれサッカー見ててなんか鳴らしたいのかな、うん、音鳴らしたくなるっていう、だからやっぱり なんだろうね、興奮を表したいんじゃない、うん、始まったぞっつって、やってるぞっつって、でチャンスになるとバーって音が大きくなるだけでしょ、うん、
ただその連動で、だから昔はさ、あの旗もさ普通の席でも全然振ってよかったじゃん、うん、あそうそうボール売りとかじゃなくても、そうそうそう、どこで旗持ってってたもんな昔、うん、そう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 、旗持って森進一行ってたんだよ、もう今全然ダメなのね、うん、だから逆に野球も全部ちっちゃい、うん、あの何もう なんていうの、画用紙サイズ、あーボードとか、うん、ボードタオルとかですね、だけどそれを今度カメラが全部拾うんだよね、うん、もう今、うん、今だから逆にそっちの方が何回自分が映るかみたいな、そういうことか、ここは絶対映るポイントみたいなのあんのよ、うん、球場によって、うん、あとあれ山本しか覚えてないかもしれないけど、うん、テレビでさ、うん、あのボクシング生中継やったじゃん、あった、でそれで相手強、まあ、どっちかが強すぎて、うんうん、3回 KO とかになると、うん、あのボクシングの歴史の VTR 始まるなる、俺あれ大好きだったんだよ、あれな、早くノックアウトすると今までの歴史が全部流れるのよ、はあはあ、何回か同じ試合をやるんだけど、はあはあ、スローで見せたりいろいろやるんだけど、はあはあ、時間調整のためまだ時間が、うん、1時間ぐらい余っちゃってる、余ると今までの日本歴代の日本チャンピオンの歴史みたいのが始まるんだよ、俺あれ好きだったんだよあれ見んの、あれは結構いいいいドキュメントルの映画になってるね、フィルムに、具志堅さんの時とかあったよな、まだあったよ、俺あれ好きだったな、あれはいいね、うん、だってもう今ボクシングがその早い時間に何なんかもうテレビでやるっていう単体がもうないもんね、生がないから完全に生がね、うんうん、まああるけどね、あるけど地上波じゃなかったりするからね、うんうん、そうか、うん、そうなんだよ、ね、地上波じゃないから別にもういらないもんな、うん、専門チャンネルはそう、うんうん、そうなんだよ、じゃあ復活っていう感じですね、うん、続いていきましょうか、続いては大阪市枚方、枚方市、大阪府枚方市はラジオネームほいみそ、皆さんこんばんは、こんばんは、いつも楽しく拝聴させてもらってます、最近彼女が毎日のようにウーバーイーツを頼んで、うん、ブクブク太ってきています、痩せてほしいですがなかなかストレートに言えず困ってます、うん、痩せて綺麗になってほしいという願望は彼氏として最低なのでしょうか、うん、ご意見をお聞かせください、え、最低じゃないし、ね、全然それは、まあね、うん、痩せて綺麗になってほしいは最低じゃなくて願望いいですよね、まあまあ、そういう願望あっても全然いいでしょ、うんうん、だからどう言いたいかってこと、うんうん、だからな最低なのでしょうか、うん、そう思う気持ちが、うん、まあだからまあそういうのってだからまあ強要するのは違うけど、うんうん、で付き合った当初よりブクブク太ってきてんだったら、うん、もうちょっと痩せればとかって言っても全然いいんじゃない、それって今の時代ってダメみたいになってるけど、うん、お付き合いしてる相手とかにそれダメっていうのも俺やっぱ違うと思う、うん、そこって2人の中の話だから、うん、周りが介入することではないよね、うん、そこ、うん、そのなんか強要とかそういうことじゃない限り、うん、全然俺はいいと思うけど、うん、私もいいと思いますよね、うん、それをだから言っちゃいけないっていう方が何年のその2人の関係だからそこに任せなさいよと思う、そう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 、うん、取り返しのつかなくなる前に言っといた方がいいですよね、うん、今まだいわゆる太り始めなわけでしょ、うん、ブクブク太ってきていますだからね、なんかちょっと太ってきたなぐらいだからね、うん、今のうちかな、これ放っといたらもっと言っちゃうわけでしょ、うん、で今のうちに言うなら今ですね、言うんだったら今のうちの方がいいよね、うんうん、これは早めになんかだからこう太ってるとかっていうより、うん、努力してない感じが嫌なのかもね、ダラダラしてる感じというか、怠惰な感じというか、はいはいはい、うん、それだったらもう一緒に外出ようぜみたいなな、うん、いいよって、うん、外出たくないよ、うん、ウーバーで頼もうよ、うん、俺でもウーバーまだ一回もやったことない、え？本当ですか？一回も？一回も、おーすごいな、すごい、それ、あ、でも私もやってないです、自分の力でね。あ、だからなんかいや人が言ってウーバー頼むけどどうしますって言ったら、ウーバー、じゃあウーバーにするって言って、うん、そこに乗っかることはあるけど自分で一人でウーバーとかしたことない、小道具あるだろ、だって一人ウーバー一時期すごかったっすもうコロナ禍だろ、うん、一時期はもうめちゃくちゃ何でもウーバー、何でもウーバー、
月もう本当20回近く頼んでました。もう晩飯、マックスの時は家で食べる時は全て、もう全て、うん、まあいろんな店もあるしね。決まる、決まってるの大体で、この間なんか、うん、そういう僕みたいに一時期めちゃくちゃウーバー頼んでるやつと話して、何頼んでたっていう話になった時に、うん、王将よく頼んでましたね。おー、餃子チャーハン、そう、餃子とチャーハン、うん、王将が、王将一番よく頼んでました王将だ、小一とかね、うん、あなんか頼んでました。いや、だから今ウーバーさ、あれなんだよね、配達してくれる方の人数が足りない場所とかあって、うん、配達できないとか、配達すげえ遅れますみたいな、すげえ出るようになってきてるよね、うん、キャンセル勝手にされちゃったりするらしい、うん、あれだよ、ウーバーの、うん、だからその需要と供給があんまり合ってなくってきてる場所がと時間帯があるんだよね、うん、だからこう全然来なかったもん、あの事務所で頼んだ時も、うん、全然1時間以上来なかったもんな。僕あのウーバーイーツの配達員で日本一稼いでる人と会ったことあるんですよ、ね、うんうん、もうあの配達しながらチャリンコの上とかで飯食うらしいですよ、もうずっととにかくもうずっと配達してるんです。すげえな、うん、それは自転車バイク、その人は自転車でしたね確か、うん、あすごいっすよね、とにかくもう とにかくずーっと動いてる。で、なんかムキムキなの。まあでもガタイはまあまあ良かったっすかね、うん、スポーティーな、うん、いくつぐらいの人で、いくつなんだろう、でも20代後半とかだったんじゃないですかね、うん、一回徹底的にやってみようと思ったんだろうね、多分そうでしょうね、うんうん、そしてここまでいけんだみたいな、いやいやですね、うん、日本一稼いでるみたいな人でしたよ。どれぐらい稼ぐの。でもなんか、でも100万以上は見たでしたよ、確か、うん、やっぱ極めたらやっぱすげえんだな、なれば、うん、すげえな。でもまあ都心部でしょ、あ都心部ですね、うん、じゃあ無理だもんね、うん、そうか、ね、怖いな。これ女子はどうなの、泣いちゃう、私は泣きますね。泣くの、好きな人に言われたらめちゃめちゃ来ますよ。でも自分で気づいてないの、ウーバーばっかり頼んでんだよ。いやまあ気づいて言われててもなんか辛い、うん、あの全部肯定してほしいと思っちゃうから好きな人には多分、うんうん、なのでそういう風に言わないで、あの俺がちょっと最近ダイエットしたいなって思ってるから一緒にやらないみたいな、すごい遠回しじゃない、うん、それ。でもそれを私に痩せろっていうことみたいなこと言うでしょ、うん、いやそう感じさせないふうに言ってほしいです、うん、言われると泣いちゃうんで、ストレートだとダメなんで、うん、ちょっと遠回しに、うん、泣くんだったらちょっと減らせえじゃん食うのいや、ね、減らせない時もあるじゃないですか、なんかメンタル的にもうバカ食いしちゃうって時があると思うので、そういう時に言われると、うん、もう辛いですね。いやでもバカ食いって怠惰だよ。バカ食いってバカ食いってなんかそのいろんなメンタル的なことじゃなくて、はい、怠惰でもう太ってるっていうんだよ自分が。それは自分で気づきますけどね。うん、私は気づいてそれでも言われたら？言われたら嫌です、泣きます。はい、じゃあ、はい、めんどくせえな私多分すごいめんどくさいと思います。めんどくせえわ泣くんだよ。それも全部愛してくれないと私嫌ですね。すぐ泣くとこも、はい、すぐ泣くの面白いよな。いや面白いんだよ。面白いですね、うん、で頭の上に糞乗せるんでしょ、うん、なんだ胃の糞で泣くんだもんな、うん、面白いよ。池田は、いや私行ってほしいですね、うん、まあ、言い方にもよりますけど、うん、なんかちょっと太ったぐらいの軽い感じで言ってくれるのが一番いいです。うん、そしたらあやっぱそうかなって多分思いますし、うん、なんかそのいや太ったんだけど、ちょっとやだ、嫌なんだけどみたいなことをもやもや思われたり陰で言われてる方が傷つきます、うん、だったらもう言ってくれよ。そうだね、うん、うん、言わないで思っているよりは言ってほしい、まあ、言ってほしいです。その上で努力しなかったら、うん、罵ってくださいって思いますけど、うん、まあ、人によるってことだよね、うん、言い方ですね、うん、泣く私は泣きません。泣かないか、真逆だな、うん、そうですね、わかりました。はい、続いて、西宮市はラジオネームケンシャン
先細り。あっぱれ堂の皆さん、こんばんは。こんばんは。加藤さんはよくヘアスタイルを変えているような気がしますが、どれくらいのペースで美容院に行っているのですか。また小峠さん、山本さんは美容院に行くのですかと。行かないよ。行かないよ。行かねえ。行かねえっすね。行かねえさん。加藤さんは浮くな。浮くな。どれぐらいのペース。あ、浮く。浮くよ。え、浮くよ金が。あ、美容師代が、うん、美容院代が高いの今どうなの。男性の美容院事情7000とかするんじゃないですか、うん、しないですか。カットとパーマで1万4000とかする。うそ、ん、しますよ、しますよ。パーマ入れたらしますよ。1万4000円、うん、カットとパーマ、パーマで、うん、それにちょっとあの何じゃあ染めたりしたら持っていくでしょ。何分かかんだよそれで。俺も染めるのやめたから。お、何分かかんの。でもでパーマとカットで、うん、2時間ぐらい。かかるかかる。面白いですか美容院で。え、面白いです。面白い。楽しんでんの。いや楽しいんですか。楽しい楽しい、うん、番組の途中ですがここで気象速報です。鏡越しでいろんな人見て向こう目が合うだろう誰かと。そういう楽しみ方、うん、あ、こういう髪型してんだみたいな。お、うん、自分のその変わっていく様とかメンバー楽しいんですか。あ、そこはもうあんまないかな。うん、でもまあ、ああ今日うまくやってくれたなみたいなところはあるよね。やっぱりこう合わせ鏡で後ろとかすぐ見さされんの。後頭部、うん、この辺はどうですかって見せられる、うん、いいだろ別に。後頭部見たことないだろ。うん、ない。上げ始めた時に、うん、気にしてる時にこう、うん、自分で鏡、うん、合わせ鏡で後頭部見たことないですかね。セルフで合わせ鏡当てられたことある。あるよ。昔はやっぱありますよ。それは美容院行った時、うん、もう三面みたいになっての当てられたことある、うん、あるよ、うん、あの、まあ、家のやつも今こうパタンパタンでこう、うん、中に入ってこういろんな角度で見るもん。何を見るんだ。ああハゲてると、ね、やっぱあの理想通りの髪型に行くと気分いいんですか。うん、うんうん、理想通り。俺は結構任せることが多いからね。こんな感じっつって任せて、ああこんな感じになるんだみたいな。おおいいっすねみたいな。逆にさ、ちょっと自分が思ってるのと違ってる場合って、うん、ちょっとここもうちょっと切ってもらえませんかねみたいなんで切ってもらったりすることあん。全然あるよ。もうちょっと前髪短くしてもらったらいいですかとか言ったら、はい、あのいやこれ以上切ったらあれだよとかって言われる時もあれば、うん、ああいいの切っちゃってみたいな時もある。これ以上切ったらあれだよみたいに言われて、バランス合わないよとか、うん、っていうの、うん、向こうが、うん、だってお客さんが切ってくれって言ってたら切れへん。いやでも仲いいから。ああでもプロの感覚があるんじゃない。うん、そこは任してるから、うん、はい。じゃあそれ何、月に1回行くの。いや2ヶ月に1遍ぐらい。ああまあまあ、うん、2センチ。2センチだけ切れってこと。じゃあ2センチでね、1ヶ月だいたい1センチ伸びるって考えたら、うん、2センチ切ってるってことだよね、うん、あれ本当にさ、うん、1ヶ月で1センチだと思う。いやお前ら伸びねえよそんな。いや俺はもっと伸びてるような気がするんだよ。いやわかります。だって1週間に1遍バリ入れてんだよ、うんうん、でバリでちゃんとなあの毛があるわけだから、うんうん、1センチって結構よ。いや1センチ結構だよ。バリだったらもう1ミリもないよ、うん、1週間に1ミリないか。でバリで行ってるから、うん、あのなんか余計に伸び生えてんじゃないですか、うん、初速が早い。初速が早い。じゃあ初速、そうそう初速が早いんだよ。ちょっとスタートダッシュやっぱ早く。あそうなんかな、うん、毛としても、うん、行ったれっていう時だから、うん、だから 400m とか 1000m とかなったら、うんうん、そうあのちょっとランナーもやっぱゆっくり走るじゃないですか、うん、それと一緒なんじゃないですか。最後はっちゃける時あるじゃないか、うん、ゴール前。ゴールって何ですか。あそうか、髪の伸びるのゴールがないでしょ。そうゴールないないな、うんうん、だから俺2ヶ月に1遍ぐらい、うんうんうん、生きてるの病院。あ生きてる。いやあの行ってこう洗ってほしいです人に。ああそれは確かに気持ちいいよね。
人にあーってやってもらいたい、うん、ガガガガガガガって、うん、あ、ぐーっとこめかみとか頭皮を、そう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 、頭皮をこう、ヘッドスパ、うん、ヘッドスパ、俺昨日あのちょうど酔っ払って歩いて家帰ってる時に家の近くにヘッドスパを見つけたんだ、うん、いいですね、うん、いや気になりましたよちょっと、うんうんうん、行ってこいよ、行ってもいいの、ダメだよ、いやダメなことはないですよ、いいでしょ別に、お前ダメだよ、いやただやっぱヘッドとついてるものにトゲのやつが行くのってやっぱちょっと気合いりますよね、うん、すいません、どっからヘッドになるのか、なんかいろいろ聞かれそうじゃない、自分で一応線だけ引いとるんですよ、分かるでしょ、いや気持ちガチガチだろもうだってガチガチだろ、頭皮硬いと思います、ハゲてるやつ硬いって言いますもん、もう無理なんじゃない、ヘッドスパも、なんで硬すぎて、硬すぎるのは関係ないヘッドスパって、なんか水みたいになってんだよな、そうですだとか、まあ、アロマでマッサージしてもらったりとか、うん、気持ちいいってこと、あ気持ちいいですよ、うん、やってんの、はい、やってもらってます、私、はい、へえ、おすすめ、あの教えますね、おすすめを、おすすめ、はい、我々に、はい、ご紹介します、なんて いくらなんて言ったら、いくら一回、まあ、1万5000円くらいする、1万5000円もするの、それは切ったりいろいろして全部込みじゃないの、いや多分そのスパだけで、まあ、1万、ヘッドスパだけで1万5000円もするの、そうだった気がします、多分カット、お前何やってたずっと頭頭マッサージしてんだよ大事大事、二人に見てたら怖くなってきて、大事ですよ、やっぱ柔らかい、どっちだよ、音だけでしろよ、だってもうこう、ほら、うわうわめちゃくちゃ動いてる、すげえ、えすごい動く、いや俺だって動くの、ズラみたいな、全然言葉が動かないな、あやっぱ硬いんすよ、うん、本当さ、めっちゃ動いてる、すごいでしょ、はい、うん、1センチぐらいずれる、あ本当だ、俺やっぱ動かないもん、うん、すごい、どうなんだろう、でも揉んでると柔らかくなってくるんだよね、なりますなります、なるよね、マッサージ自分でした方がいいですよってミユキさんがよく言ってますよ、やっぱ凝るとなんか顔のたるみとかにもつながるらしいです、へえそうなんだ、あ気をつけよう、うん、でも女子はもっとかかるでしょ、美容医大1回見ましたら2万とかかかるでしょ、カラーもして、まあ、ちょっとしか切らないけどもして、だって週に2回行く時もありますから、ね、週2回何しに行くの、いやなんかカラー変えたいなって思ったり、2回も、はい、撮影でこの髪色じゃないなっていう時とかは、まあ、週に痛むでしょ、痛みます、うーん、痛んで切れます髪、面白いえ美容院私好きなんです、面白いです、面白い、面白い、面白い人がいるんだ、面白い、面白いです、なんかでも人に髪や頭洗ってもらうって気持ちいいよね、気持ちいいですね、気持ちいいし、なんかゆったりできるんで、で大体どれぐらいかかる、女性で、女子はまあメニューによるんですけど、うん、カットとカラーだよな、うん、私5、6時間いた時ありますよ、エクステなんかやったらそうです、エクステとかやると5、6時間、まあ、6時間とか、さやっぱ面白いから、ね、トータルでかかりました、面白いから入れんだよそんだけ、うん、いや面白くなかったら入れないもん、ね、同じ場所に5、6時間も面白いんだよ、何見てんの、いやまあ携帯で鏡越しで人見てるからってずっと基本結構個室なんであんまり見ないんですけど、雑誌、雑誌見たり、うん、あとは自分たちのライブの映像を見返すと、まあ、2時間ぐらいそれで、うんうん、あの食えるんで、うん、立つんで、はあ、面白いな、はい、行こうぜ、じゃあ俺らも、ね、こんなに面白いんだら5、6時間いさせてくれ、そういうことですよ、はい、ちょっと伸ばして行ってみれば、よし、わかんない、ちょっと伸ばして入ったら笑われるもん、いや笑われるだろうな、まあ、なんかちょっと笑われるよ、どうしたいんですかってどういうつもりですかって言われました、入ったらシャンプーだけ しに行けばいいじゃん、いやこれなシャンプーだけだったら理容室行った方がいいでしょ、バーバーに、バーバーの方がやってくれた、まあ美容室は美容室のいいとこがあるか、うん、いやだけどやってくんねえよな、うん、やってはくれるか、うん、やってはくれない、やってはくれるけど向こうも意地があるでしょ、意地があるし、うん、ただその後俺が帰った後に何言われてるか、いやそう言われますシャンプーだけしてもらって居座ればいいじゃん、ずっと5時間嫌な客だな、居座る人になるよ、うん、わかりました、続いてこっちか、ペンネーム茶屋町ペイ、茶屋町ペイさんですね、
皆さん、はじめまして、こんばんは。はじめましてなんだ。はじめましてですね、うん。私は昨日と今日の2連休でゆっくり、自社仏閣巡りをして、体を癒し、月曜から仕事に備えております。私は介護の仕事をしているので、普段疲れがたまるので、癒しを求めて自社仏閣へ。皆さんは寺院巡りとかされますか？いつかやりたいな。嫌いじゃないんだよね、俺ね。巡りっていう感じ？何個も行くってこと？一日巡り。あ、まあ巡りっていうか、だからまああれだよね。この日はこのここ行ってとか、見たり見たりしたじゃん。あれな。だけでな、いいじゃん。あれいい。見るといいけど、なかなか。さあ行こうっていう気持ちになるのない。行ったら行ったで、ああなるほどなってこう思うけど、でまあね、いろいろ聞くじゃない、その現地の人に方に、でいつか行きたいな。そうなるんかね。もうちょっと、ゆっくりできるようになったら、できるようになったらね。行くの好きなの？結構神社は行きますよ。あ、なんか御朱印とか集めてそうだね。御朱印は逆にそれが目的になっちゃうから、怖くて手を出せないんですよ。あともうすでにいろんなとこ行っちゃったから、なんか悔しいじゃないですか。あそこの本当当てに入ったのにって今からやるの、それが嫌だからやらないんですけど、でもなんか旅行行ったりとか、例えばお仕事で地方行ったりとかした時に、あの神社近くにあるからチャンスだと思って行きます。パッと一人で行って、で何の神様がいるんだっていうのを調べて行って、でなんか大体あのこういうお守りが売ってて、ここが一番いい スポットでみたいのを調べて行って、全部回ります。あ、もうご利益狙いか。え、ご利益、あ、どうだ、そうだな、あ、なんかご利益狙いだな。違う違う、神様がなんか何の神様がいてとか、そういうのを調べるのが結構好きなんですよ。で、なんかその、だからその神様見てご利益狙ってるでしょ。違うです。なんか近くのお店の人になんかいろんな不思議話を聞いたりとかもするの楽しいです。東京都内とかでよく行くようなとこはあんの？ここは都内は、どっちかというと地方が好きなんですけど、都内であの東京大神宮っていうあの縁結びの超有名な、ご利益じゃない。あるんですよ。どこで分かる有名な、あって、なんかなんとなくで行ってみて、まあ有名なとこだしみたいな感じで行って、おみくじ引いたんですよ。で最初なんか自動のなんか人でお願いするやつじゃなくて、自販機みたいなおみくじを引いたんですよ。したらなんか何番で出てくるじゃないですか。でそんなんか基地とかで大吉じゃないんだ、ちょっとがっかりと思って、もう一回弾こうと思って、今度はあの対面の方であのガラガラガラってやつで弾いたんですよ。そしたら全く同じ番号が出たんですよ。絶対じゃあもう基地じゃん。そう、基地だけが合ってるわけじゃなくて、なんかいっぱい無数に番号があるじゃないですか。同じ番号が出て、書いてあること全部同じだったんで、ちょっとなんかここの神社本物かなって思いました。ご利益狙い、ご利益狙い。そういうことがあるのが楽しいですよ。本物偽物なんかないよ。ちゃんとでも神様大事にしてるところとかあるじゃないですか。なんかもうここはちょっと商売に走ってるな。オカルト好きだからな、そういうのな。信心深いという、信心深いってまたちょっと違うんだよな。好きなのね。でもいいよね、そういうのね、巡ったりするのね。って感じですか。以上で、宛先お願いします。はい、メールの宛先はやるどアットマーク mbs1179.com までお願いします。また番組ホームページのメールフォームでも送ることができるので、そちらもちょっと本当に目の前で加藤さんが頭皮マッサージしてるから、ずっとやってるから頭皮やっぱ一番動いてないから、いやこうやって見たらやっぱ動いてないんだな。加藤さん、読まれた方には金の玉ステッカーと金の玉お守りをもらえるチャンスがありますので、皆様どしどし送ってください。極楽とんぼ山本圭一です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩二の面接を受け、次期
ヤンヤンガールズの座を獲得し、未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。マイスタの提供でお送りします。では自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、青山学院大学3年生の竹内みくりです。本日はよろしくお願いします。お願いします。将来の夢はアナウンサー。はい、ねえ、うん、で目標とするアナウンサーが、はい、日比さん、日比真央子アナウンサーです。日比さんって、TBS のね、はい、うん、そうなんです、うん、よく笑う、本当にあの笑顔が素敵な方で、うん、なんで日比さんなんですか。大学の先輩ということもあって。あ、そうか、はい、うん、あとはあの私あの英語部っていうあの ESS っていう、はいはいはい、あの部活に入ってたんですけれども、うんうん、その、 あのスピーチセクションっていうところの先輩でもあって、うん、あとはたまたま出身も同じで、うん、なんかすごく親近感を勝手に湧いて、うん、あのすごく素敵な方だなと思って、うん、日々さんのようになりたいなと思っております。なんでアナウンサーになりたいと思ったんですか。まあ、きっかけは中学校の時の生徒会がきっかけで、うん、はい、あの元々別に中学校生徒会やってたの。生徒会やってました。なんかそういうタイプに見えないねよく言われます。なんか、うん、生徒会意外だねと、はい、言われるんですけど、うん、あの元々別にそんなに人前に立つのが好きじゃなくて、うん、なんか結構人見知りな方だったんですけど、うん、まあ、中学の担任の先生が生徒会やってみたらっていう風にあの誘ってくださって、うん、で始めたらなんか、あ、意外と自分いけるかもみたいな、あの人前に立って話したりする機会が、まあ、必然的に増えて、うん、でなんか自分の言葉でいろいろ伝えていきたいなっていうふうに思って、うん、アナウンサー目指し始めました。うーん、はい、おー、そう、これなんか最近腹立ったことで、うん、バイトでレジをしている時イヤホンを外さないお客さんに何度も何と聞き返されたことってこれ腹立つね。いやー、だいぶイライラしましたね。ねえ、でもこれあるあるじゃないの。結構いらっしゃるんですよ。なんでなのこれ。本当に何なのって思うんですよね、私も。なんか、うん、何ってお前がイヤホンしてるからだそうなんです。聞いたの、あなた。何を聞いたの。いや、なんかそのカフェでアルバイトしてるんですけど、うん、なんかサイズとかホットかアイスかとか結構聞かなきゃいけないんですよ。で、あのそれをホットにされますか、アイスにされますかとか言ったら、え、みたいな、アイスみたいなこと言われて、もうそのなんかイヤホンしてるからこうなんかいちいち外したりしてるんですけど、うん、なんかだったら最初から外して注文してくれればいいのにな、うん、いや、そうよね、いいとこだったんじゃない、一番サビ前とか、うん、サビ前とか一番いいとこ一番いいとこで何って何今俺聞いてんじゃん今一番いいとこみたいな感じになっちゃったんだよね。これ腹立つな、はい、腹立つわこれ。そうなんですよ、まあ、うん、でそれはもうちゃんとできたのね。もうなんとかあの、うん、やりましたけど結構多いの今こういう人。結構多いですね。なんか、そう、って多いと思うよ。でノイズキャンセルにしてるから。そうなんですよ、聞こえないもんな、はい、ノイキャン切ってくれればな、はい、全部聞こえるんだけど。だってもう、でも今から何かしら会話するっていうのは分かるじゃないですか。分かるそれでもそれでもなんかずっとつけてるんですよ、ね。なんでなんですかね。結構いるでしょそれね。そうですね、うん。どんなカフェなんですか、バイトしてるとこは。スターバックスです。スタバだ、はい、スタバ大変でしょ。スタバ大変ですね、覚えることたくさんあります。いや、そうよね、はい、どこ常に忙しいでしょ、ね、常に忙しいですね。あの、私結構ビジネス街での店舗なので、うん、朝はもうサラリーマンの方がバーって並んでて朝、うん、開店前からすごいプレッシャー感じるんですけど、うん、開店前からも並んでんだ。並んでます、7時前から。はい、あ、そう。あれスタバってさ、はい、あれショットショットみたいなのあるじゃん。あ、はい、ありますね。あれ何ショットまでいけるの。まあ、でも希望があればいくらでもあ、いけるの。いくらでもいけますけど、でもそうしたらもうショットトリプルショットいけるの。トリプルショットいけます。はい、いる、そういう人。あ、います、います。トリプル、アーモンドミルクラテっていけるの。あ、いけます、はい。あの、まあ、サイズによって入るショットの数が違うんですけど、うん、俺ダブルまで今言ってんだけど、はい、ダブル、そうですね、まあ、ツーショット、
ツーショット、多分トリプルショットで美味しいのはトールサイズとかですね。おお、大きいやつな。はい。ちょっとさ、はい、あなたの思う竹内さん、バイトしてどのぐらい経つの？私は2年目です、ね、2年目、はい、あ、じゃあ1年以上やってるってことだ。やってます、はい、うんうん、一番おいしいやつ教えてくんで、竹内さんの好みでいいから、単体じゃなくてもいいから、そこになんかキャラメルかけてシナモン入れてとかでも言っていいから、はい、悩みますね。一番の教えて、一番、俺それ今度頼んでみるから。ですね、うん、私エスプレッソ、フォカート、フラペチーノっていう、あれを、はい、うん、が大好きで、うん、それをアーモンドミルクに変更して、え、エスプレッソ、アフォカート、フラペチーノ、フラペチーノだから、ちょっとシャリシャリ、あ、そうです、そうです、ね、はい、うん、でそれにショットを追加、え、それに、でアーモンドミルクにするの？アーモンドミルク変更です、はい、あ、アーモンドミルク変更ね、はい、変更して、うんうんうん、でショットを追加して、そうするとツーショット、あ、ツーショット、ダブルショット、そうですね、はい、もともとショット入ってるんですけど、うん、さらにコーヒー、私コーヒー好きなので、うん、コーヒー感味わいたくて、うん、ショット追加するとさらに美味しいです。ショット追加、はい、のが一番美味しい。これ本当店で店員さんに聞いてるような感じですよ。まあ、ちょっとめんどくせえ客ですよ、うるせえなこいつって、とっとと注文しろよっていう店で聞けないのよこれ。あ、店じゃこれ聞ける間がないのよ、スタバではな。あ、確かにそういう雰囲気ありますよ、ね、お姉さん何に一番おいしいのとか聞けないじゃない。なんか結構後ろ並んでると。ああ、確かにね、いつもね忙しいからね。あれフラペチーノな、そうか、今夏場に一番いいってやつだね。ああ、いいですね、今、うん、本当にめちゃくちゃ出ますフラペチーノ。え、あったかいやつは、あったかいやつ、うん、ホットですよね、うん、おすすめは私チャイティーラテが、チャイティーラテね、はい、うん、好きです ね、それは何も入れないの、うん、それはそれも、今日スターバックスの店員と来てきたわけじゃないんですけど、スターバックス店員さんの代表として今日来たわけじゃないんですけど、違うんですよ今日。それそれアナウンサー夢見た竹内さんとして来たわけ。それだけもう一度聞いてみよう。いい、聞いて、聞いて、うん、チャイラテと、チャイラテを、うん、これもアーモンドミルクに変更して。おお、やっぱアーモンドミルクうまいよな、はい、アーモンドしか勝ちません。へえ、アーモンドミルクってうまいんだ、はい、うん、美味しいです、はい、でシナモンたっぷり、上からシナモンパウダー、おー、これ無料なんで、はい、うん、いくらでもたっぷりっていうともうめっちゃかけてくれるので、うん、はい、チャイラテでアーモンドミルクに変えてシナモンたっぷりね、はい、やってみるよ今度、はい、ぜひ。まあでもいいですね、こんなんね、やっぱこの、まあ、特技とかいろいろありますけど、こんだけやっぱそうよ、コーヒーについて喋るの、うん、大社もさすが店員さん2年間働いてるだけあります。いやいやいや、特技になるよね、うん、ね、特技になる。いや、なるなる、スターバックスさんがね、大体みんなね、飲んでる人多いでしょ多分ね、はい、それは思う。あ、俺パンをね充実させてほしい。もういいだろうういいでしょ、パンのサイドメニューまで口出さないでください、うん、シュガードーナツ結局頼んじゃうの。ああ、もうシュガードーナツは結局頼んじゃうの。もう俺ニューヨークチーズケーキね。あ、好きだよあれ、甘いの。もうあれもうまいよね。ツートップですね、うん、ああやっぱそう、はい、あ、やっぱそうなんだ、定番で。パンをねもうちょっと充実させて。ああ、れやりすぎだよ、あの巻いてるやつなんかあんじゃん。あ、フィローネ、アボカドとか、ああ、サラダラップ、そう、サラダラップ。 あれはね、なん違うんだよな、もっと、もっと普通にパン、あのコーヒーに合うパン欲しいんだよ。ああ、でも確かになんかクロワッサンとかあれば売れそうですよね。そう、あ、はいはいはい、私いつも思ってますなあ、ハム&チーズとさ、あれしかないじゃない。はい、フィローネ、うん、あれしかないでしょ。そうです、ね、あとなんかトマト系のやつなんだっけ、なんかチキン、はい、チキンアラビアータ、チキンアラビアータ、食事パンっすよね。そう、あ、もうちょっとなんかね、そう、あ、そういうお菓子パンみたいな、そう、ね、そうそれが欲しいんだよ。分かる、そうですね、確かに。それはちょっと分かる。なんでないのかね。 あったら絶対売れますよね。どうしたの、来いよもっと。ああ、じゃあ伝えておきます。そう、その声じゃあ届けて、はい、もうねえ、こういうやつらがいたっつって、うん、スタバの話ばっかりになっちゃいましたね。いやいや、いやでもありがたい、いろいろ教えてもらいましたよ、ね、ありがとう、ちょっともっと頼んでみるね、はい、うん、最後になりましたが、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、今日はとっても緊張していたんですが、あのスタバの話とかで盛り上がって、あの二人のおかげで楽しくお話できました。ありがとうございました、うん、こちらこそありがとうございました、ありがとうございます。
バイキング小峠英二です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。池田優子サーティーファイブ。私の叫びで夏バテ退散させてやる。最初は天然水さんからいただきました。おい高校球児、私をドキドキさせるなよ。池田優子サーティーファイブ。神奈川予選注目してます。次、プラズマクラスターペンギンさんからいただきました。セミの種類、東はミンミンゼミ、西はクマゼミ、赤坂から池田優子サーティーファイブ。動物の森で毎日捕まえてます。次、赤ヒルツバメさんからいただきました。おい山本、ええペナントレースの後半戦楽しみだな。絶対勝つのは DeNA 池田優子サーティーファイブ。まあまあ今2位から5位がねいろいろこうムーブしてますからね。ヤクルトだけがダントツで、うん、まあでもヤクルトさんもまだまだ分かんないですよ。クライマックスシリーズ楽しみにしてます、うん、はいはいはい。ラスト、ここからバインさんからいただきました。おい大谷、はい、また切った髪伸ばし始めたな、うん、男が変わってんだいけないよバナーディーファイー。違う違う、泣くぞその嘘だよ嘘だよ、書いてあったこと読んだだけだと思う。今夜の大賞はこちらです。おい高校球児、私をドキドキさせるなよ、池田優子サーティーファイブ。大賞の天然水さんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。以上です。続いてはメリニャです。はい、メリニャのささやき。あなたのメリニャです。今夜も大谷エミリーがあなたの耳元でささやき聞いて失礼しました。暑さをしないでね。じゃあ行くね。銀だら銀だくさんの作品。私ってやればできるタイプです。そう見えないでしょ。試してみる。次、リアル三刀流さんの作品。いつ二代目指原里乃を名乗ろうかな。100年先になると思います。次、ひまわりの種さんの作品。悲しい時、私の写真集がメルカリで577円で売られていたのを発見した時、ショックです。次、ちゃおちゃおさんの作品。山本さん、ぶっちゃけ鈴木紗理奈さんとはどういう関係なんですか。あ、ご想像にお任せします。いつか結婚することを期待しています。あ、ラスト、フォースの力さんの作品。池田さん、最後のグラビアは何年前ですか。思い出せないよ。今夜のミリニアどうだった。今週のミリニア大賞を発表するね。リアル三刀流さんの作品。いつ二代目指原里乃を名乗ろうかな。大賞のリアル三刀流さんには池田さんがデザインした金の友ステッカーを差し上げます。最後にもう一つささやき聞いてね。小峠さん、うん、頭も日焼けしたら皮むけるんですか。いや、むけるよ。めちゃくちゃむけるよ。なるほど、うん、以上です。それでは聞いてください。何が以上なの。下ネタだよ。イコールラブでポイズンがある。なるほどね。イコールラブの大谷えみりです。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。泣くのか。面白くなってくるだろうな。いや、彼氏今度泣いた時教えてよ。待ってました。彼氏とかになって3年ぐらい付き合ったらもう笑けてくるだろうな。
まだ泣いてるかも最初はちょっとうんとか思っても途中から面白くなってくる面白くなってくる泣くことやるようになってくるよね、うんうん、これで泣くのかな、うん、教えてほしいよ山本圭一のめちゃめちゃこけてる最終回ね最終回ですねさあぶっ飛ばしてまいりましょう、うん、本日の作品が、ね、何ですか最終回ですよね誰が最終回だったの寂しいなろくなお便り来てない前々回言ってるだけでしょそれはもう終わっちゃうのかいやいやまだ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 ですよまだまだ寂しいなそうなんですかじゃあ、はい、今日決め終わった時に決めましょう、はい、なんで今日で決めるんですか完食で決めましょう、はいはいはい、そうでしょうわードキドキするいやいやいやせめて、うん、ちゃんとクールが終わるまでですから、うん、9月まではやります9月いっぱいまでは今までも結構途中で終わってるんで、うん、いやいやこれはこれはもう本当ヒットコーナーなんで申し訳ないダメです皆さんのめちゃめちゃこけた忘れられない転んだ思い出を語ってもらい私山本圭一が慰めて差し上げるコーナー通称めちゃこけそれでは本日の紹介いたしましょう東京都大田区はラジオネームスピードスター山本さんこんばんは僕は毎日夕食に何を食べようか迷っていますスーパーに行っても今日は何にするか何にするかいつも迷ってしまいますそんな時にお惣菜のコーナーのあるものに目が行きましたよし今日はこれにしようと思ったものそれはコロッケです今日はコロッケ食べる今日はめちゃめちゃコロッケ食べるそうでしょめちゃコロッケめちゃコロッケめちゃコロッケコケコッケコケじゃないめちゃコロッケコッケめちゃコロッケ最終回ですね最終回最終回、うん、これはもう最終回めちゃめちゃコロッケ食べてるめちゃめちゃコロッケ寂しいなめちゃコケやってるめちゃめちゃコケてるコケコッコー言った時にはもう終わりですよ、ね、めちゃコケコッココケコッコーはもう終わりですよあまりにも余計コケコッコちょっとノリさんの皆さんに最終回ちゃんと山本さん最後宣言してください、感謝をね来週もまたたくさんのお便りをお待ちしておりますめちゃめちゃコケコッコーもう送ってこなくていい最終回コケコッコー最終回ですね最終回ですもう絶対にまた来週も続きますさようなら山本さんありがとうございましたお疲れ様でした